はい、ケンケンです。よろしくお願いします。さあ来たよ、デイリー積み立てガチャ。はい、50連分たまりましたというわけで来たー。イエイ。で、深夜にとってだから深夜に切り替わったから、これね、ゼログラビティライブ、さよならグラビティ、ここね引きません。いや、もう多分そのモンドリでコラボの情報が来ると思うし、オーブも、233個だ、233個あるから、いや10連で出てきてくれるのはともかくその自信がないから、ここはデイリー積み立てガチャの動画です。私の31連目以降は限定キャラか、だから10連から30連は通常限定が出ない。で、その前に この占いね。おかえり、今日の運勢はこれだよ。はい、マムルちゃん、今日の運勢はほーら、まあ、深夜に切り替わることはないけど、占いすごいぞ。ほら、積み重ねが大事な時、まさに今。これもう、これ伏線っしょ、伏線。近道を狙わず、地道に自分の力を伸ばしていこう。これは苦しい道を選ぼうということではありません。楽しく続けていくことがやがて力に変わっていくので、長く頑張れる道を模索すれば OK。 で、ラッキーアイテム、カトラリ。カトラリって何？知らねえんだけど。まあ、マムルもね、マムルちゃんが、積み重ねが大事、このね、ガチャの積み立て、積み重ね、この1ヶ月頑張って貯めてきた、まあ1ヶ月も経ってないけど、2週間か3週間ぐらいだね。そうだよね、2週間か3週間、そのあたり。でもその2週間、3週間の積み重ねが実を結ぶんだよ。違う違う、にゃんで4匹おっしゃったん違う。まあ、でも10連か30連で欲しいキャラって言ってもな、まあそのブワーって一気に全部出てきてくれるでしょう。マサムネだよね、30、まあ31連から40連はマサムネ10体で、40から50連は、ナイトメア10体でしょうね。そっか、あー、この辺りかな、特に言うことない。あ、シュエリンガーね、欲しいな。未開の55か55で苦戦するからな。1体いてもね、1体か2体ぐらいいれば楽勝なんだからね。さあ行くぞ、デイリー積み立てガチャカーモン。現在50連、最大50連だから合ってる。行くぞ。はい、10連から30連は普通の通常ガチャです。確定日数もないからね。さあ楽しみ。ガチャレーラーが黒いからオーブがすごい映えるな。おお、なんだっけ、やばい、あ、名前が出てこない。これ嬉しい、いいよいいよいいよ。あ、シードル、そうそう、シードルだ、やった、シードル2体目、これありがてえ。そうそう、フリーレン1体手に入れてるから、こう自軍、まだ自軍とはいかないけど、1,2,3 のところで、まあ、妖精だよね、妖精。そっか、あ、フリーレン妖精だから同族いいんだね。やった、いきなりいいよ、これ嬉しい嬉しい嬉しい、いきなりね。うん、はい、と10連目、爆死はさすがにないだろ。爆死は、確率がどれぐらいあるかは知らないけど、 12% なのかな。おお、何かしら出る。光属性だね。姉妹っていうか、夫婦でいいのか。夫婦の、アンドマツ。すごいなぁ。重心化してなかなか活躍する場面が見られなかったけど。まあ、いいか。はい。30、ちょっとロードが長かった気がするけど。ほいっと。はい。21円から30、ここでじゃん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 頼むよ。はい、そいこい、はい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 、あった、まさかの、おお、新郎じゃない、新じゃない、篤姫、そう、篤姫だ、篤姫2体目かな、2体目か3
体目だった気がする。嬉しい嬉しい、よかった、ギリセーフ。もうここで爆死は、今までここまでは爆死はない状態、ありがとう。ただこうブワーンって出てくることはないけど、まあいい。さあこっから、こっからが本番。さあ確定演出はない、こっから限定も排出対象になる。ここでこっからよ変な声出た、変な声出して咳込んだごめんなさいふう、落ち着いた、 OK。 はい、もうこっから政宗10体出る。10体は、いや、まあ楽勝っしょ。10体政宗バン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 出てくるっしょ。でもガチャリドラの絵はこのままなんだね。はい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 、止まらないぞ、ちょっと待って。おー、あー、なるほどね、そんな意地悪すんですか。さあ最後、はい、ロードが投げた、おー、びっくりした。これ入ってないでしょ、もうほとんど入ってないのに卵が出てくるの。瞬きしなかった、ほい。いや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 、この積み立て頑張った、3週間限定一体も出ないなんてことないでしょ、さすがに。いやいや大丈夫大丈夫、ほら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 、さあ来い、何が来る。おー、悟りやった、劇重心祭やった。天魔かな、天魔の試練の魔か、試練の魔の9かやった、ありがとう、嬉しい。いや欲しかった欲しかった、本当に欲しかった。あのいまいちとか言わない、いまいちとか思わないでください。僕にとってはものすごく嬉しいですからね。あのナイトメア政宗は出てないけど、でもいいんだよ、初入手、止まった初入手、そして限定、これはナイス。はい、こっから、いやっ、おー、はいはい、オッケーオッケーオッケー。あ、でも合わせて、あ、出るかな次で、獲得しました、これこのキャラが出ましたって出るかな、したら、あー、はい、出た。一発目1、星5、6が1、2、3、4、5。10連で1体出ている計算になりますね。あー、よかった。はい、というわけで、今回の、ま、デイリー積み立てガチャは、ま、さっきの制限では、政宗、ナイトメアは出なかった。ま、それは仕方ない。でも、初入手の悟りが出てきてくれた。ありがとう。うん、でも、持ってない、劇純真さえなかなか引かないから、フェルン、フリーレンかな、フリーレンのコラボガチャの時に引いて以来かな、そっから一度も引いてない。だからこそ、悟りは嬉しい。ありがとう。属性限は出なかったけど、こういう人もいるよ。僕はこういう感じだったということをな、お見せ、まあ、できたということで、はい、見ていただきありがとうございました。バイバイ。